YouTube 見てる人、あ、じゃあ聞いてみよう。ニーニーの名前わかる？あら、あんまり見てない？勉強不足だな。 CC、シンコアさあげてたニーニーだよ。なあ、創作芸団レキオス演舞監修と振り付けしてます直人です。よろしくお願いします。沖縄も一昨日からもう梅雨入りして、だいぶあったかくなりましたね。ね、暑いですよね。ですけど、これからもっともっとレキオスの演舞で熱く差し上げてあげましょう。で、開演に先立ちましてですね、皆様にいくつかお願いとご案内がございます。一つは、本公演は1時間40分を予定しております。で、途中休憩はございませんので、お手洗いは今のうちにお済みになるようよろしくお願いします。また今日小さなお子様、子供たちたくさんいるんですけど、お連れの方は、子供たちね、すごい嬉しくてテンション上がって踊り出す子も、今まで昨日の子も一昨日の子もいたんですけど、やっぱり走り回ったりして、近くこの照明だったり、また音響のこのコードがあるんですね、そこを引っ掛けたりして、転倒などの事故にならないように、そこの見守りの方だけよろしくお願いします。で、当会場には2箇所の避難口がございます。一つは皆様がご入場の際に登ってこられた階段と、後方トイレの左側の方にですね、避難口がございますので、そちらの方を確認してくださいね。で、もし万が一ですね、災害時と発生した場合は、慌てずにスタッフの誘導に従って避難できるようにご協力の方をよろしくお願いします。で、今回の公演なんですけど、写真とか映像ってどんなですか？撮りたいですか？撮りたい。ああ、マジっすか？さっき確認したんですよ。さっきっていうか、もう一昨日ですね。一昨日確認したら、第4の方がなんと著作権の問題もあるからなって言って、 OK っていうことでもらったので、ぜひですね、この感動とかをぜひ持ち帰って、また SNS 等でですね、共有の方をしてもらえたらなと思います。で、撮るとき、この SNS 時に上げるときに、ちゃんとかっこいい顔を上げてください。このまばたきの瞬間、こんな顔とかやめてくださいよ。ね、お願いしますね。で、撮影の時にはですね、やっぱりライトとかフラッシュとか、演出の妨げにならないようにというのと、またあと周囲のお客様、後ろのお客様の方にですね、やっぱり高く上げて撮って、ちょっと、見えないなとかならないように、そちらの方だけご配慮の方よろしくお願いします。で、本公演ではですね、ハッシュタグキャンペーンといたしまして、インスタグラムでレキオスライブのハッシュタグで投稿したお客様の中から抽選で5名の方にレキオスオリジナルグッズをプレゼントしたいと思います。はい、ハッシュタグわかります？こういうの、これですね、ハッシュタグをお願いします。で、当選のされた方はですね、レキオスのアカウントから、公式アカウントから、ダイレクトメッセージにて当選の通知をしたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、まもなく開演です。クイズ、クイズ、お名前何でしたか？あはは、ありがとうございます。後でシーパーさあげます。はい、じゃあそれではまもなく開演です。今しばらくお待ちください。レキオス明美よ
Yeah.
皆さん、先ほどのオープニングどうでした？沖縄ロックの音楽に、ありがとうございます。沖縄ロックの音楽に、和太鼓の響き、そしてレキオスの映像をご覧いただきました。今回ライブのテーマにもなっています。鼓を楽しむと書いてコラックと言うんですが、今回ゲストアーティストさん3名、和太鼓奏者の方を招いての、ライブということで、まあ、また12月の師走公演とは違って、まあ、会場も小さくて皆さんとの距離も近いということで、この和太鼓の響き、そしてレキオスのエイサー呼吸というものを本当に肌で感じてもらえたらなと思ってます。ちなみに今年レキオスは25周年目の節目の年でもありまして、今回のライブは MC の方が、現役のメンバーでレキオス団長経験者が今回行ってます。ちなみに僕も、6代目団長としてやらせてもらいました。で、今はまた振り付けの方、担当させてもらってるんですけれども、ということで今回振り付けの方少しだけ皆さんに お話しさせてもらえたらなと思ってます。先ほどご覧いただきましたオープニングの白犬ユンタ、沖縄ロックにで白間健一さんの歌声ということで僕たち振り付けさせてもらったんですけれども、皆さんから見て左手側から大太鼓の方を担いで、あれは、まあ、大木を意味しています。で、大木を担いで、重たい大木を担いでいる大太鼓を最初入ってきてもらって、で、右手側から締め太鼓の方がくるっと演技をしているんですけれども、これにも意味があって、締め太鼓の方がチョンダラをイメージして今回作りました。チョンダラっていうのがこのまたエイサーで言えばこの場を盛り上げたり、この隊列を直したりとか、そういった意味あると思うんですけれども、今回はこのライブが盛り上がるように、去年のまあ12月にお披露目したんですけれども、ライブが一発目盛り上がるようにということで、この振り付け、を落としてメンバーの方に踊ってもらいました。もう基本的にはもう音も振りももう本当にインパクトがあるようにということで、シンプルに今回作っていますので、こういった意味も知っていただけたら、次また見る機会があればまた感じ方が変わってくるんじゃないかなと思います。ということでね、次の演目進んでいきたいなと思うんですけれども、すいません、僕このライブの当日にちょっといいことがあって、どうしてもこれ話したいので、ちょっと全然めちゃくちゃプライベートの話になるんですけれども、いいですか？話してもめちゃくちゃプライベートですよ。ライブ3日目なんですが、初日の朝に僕去年の10月からカブトムシの幼虫飼ってるんですよ。カブトムシの幼虫、息子が好きで、でちょうど先月の4月になんか無事さなぎになって、でこのライブ当日朝ちょっと見てみたら、このカブトムシが浮かしてたんですよ。すごいでしょ、すごいと思わない？すごいよね。で、僕も初めてで興奮しても1日目も2日目もで、今日の3日目まで引きずってます、この興奮を。はい、ということでそう、このカブトムシオスだったんですよ。オスで今日演舞してたレキオス全員男でしたよね。オスです。ちなみに今来てる3名のゲストの方もオスでした。もちろんですよ、音響照明さんもいるんですよ。みんなオスです。ということで、オスが見せるエンターテインメントの舞台、引き続きお楽しみください。オスでした。
ありがとうございます。はい、今ですね、獅子の子供ですね、今回若手メンバー主体でやったんですけど、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。すみません、本当ですね、自分の方は創作芸団レキオスの副団長してます、翔平芸人こと翔平でございます。よろしくお願いします。はい、今回はですね、ライブというかということで、MC があるんですけども、一人一人ちょっと個性が出てくるので、そこも楽しみにしていただけたらなと思います。でですね、皆さん、まず初めのですね、手パチパチですね、本当にありがとうございました。これがですね、お自分たちのパワーになるので、どんどんですね、お手拍手の方よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということでですね、ちょっと子供たちもたくさんいるので、今日はちょっと翔平にね、ちょっとなって、いやさあさあ勝負したいと思います。子供たち準備はいいですか。今日は1回しか勝負しないぞ。翔平に負けないくらい大きい声でよろしく、いくぞ。いやさあさあ、当時に変わる
ございます。起きてますか？
今のボルテージをそのままぶつけてくださいね。で、今日その頑張っていきますんで、後半どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
地上はそれに今の風呂持ち
Thank you.
ちょっとすいません、息吸っていいですか。はい、すいません、ちょっと50になると、そろそろ今年50なんで、50になるとちょっと息吸わないと苦しくなるので、いいですね。はい、ちょっと大丈夫だと思います。はい、じゃあ皆さん、本当にあけみよライブ、この後にお越しいただき誠にありがとうございます。声援ありがとうございます。どうですか、ここまで、オープニングからここまで、約今ですね、1時間20分くらい経ってるんですよ。休憩なしで1時間20分、大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、オッケー。子供たちも元気あるかな。ちょっと大きい子供が混じってるような気がしますけど、大丈夫ですね。はい、子供たちも、お父さんお母さんが負けないように、知ってる翔平兄とか翔英兄とかね、知ってるお兄ちゃんたち来たら、出てきたら大きい声で声援あげてください。いいですか。あ、いい返事だ、かわいいな。はい、 OK です、ありがとうございます。ですね、僕すいません、紹介遅れました。今統括マネージャーをしております、照屋真也と言います。真也でお願いします。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか選挙みたいになってる。 OK。 はい、ですね、僕の方もですね、あ、はい、ありがとうございます。はい、僕の方もレキオス立ち上げて25年になりますが、はじめレキオス立ち上げ当初から言います、テリア代表中本兼人さんで、あと僕と3人でレキオス初めの頃立ち上げしまして、で、はじめは締め太鼓3名でくんじゃんさばくんと、で、あとは姉妹とっていう感じで、他の演目 A さんメドレーとかもたくさんあったんですが、それを、まあ、3人で40分50分ぐらい昔はやってたんですが、今それを見て若い子たちがレキオスをやれて、レキオスのジュニアになりたいってことで続けて入ってきてくれた子が今の団長の東親であったり玉里翔平で、また他にジュニアからやってる子たくさんいますので、時に小学1年生2年生ぐらいだった子たちが今ここでバリバリ現役で、ね、すいません、もう僕これ以上使わないでくださいって言いたくなるぐらい、ちょっと元気がありすぎて困るんですけど、そういう感じでレキオスのジュニアの頃からですね、子供たちも育ってきて今大人のメンバーとして頑張ってます。で、またレキオスジュニアの方も今で現在活動もちゃんとしてまして、ジュニアの子たちがですね、今11名、12名ほど、練習生が15、6名になるんですが、その子たちも日々、レキオスの大人のお兄ちゃんたちの憧れで日々練習もして、早く大きい舞台に立ちたいということで、先ほど MC の方でも、影慣れの方でもありましたけど、8月の12日、元部で子供たちがドキドキしながら、こうやってお客さんの前に太鼓を叩くということがありますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ですね、これからですね、もう後半、今1時間20分過ぎまして、残り約20分ほどなんですが、後半、レキオスといえば、ピンポーン、すごい、獅子舞ね、獅子舞とオロチ、大きい蛇ですね、ヤマタのオロチみたいな大きい蛇と、あと、今日は三者の共演、和太鼓の三大奏者の3名の方と、レキオスの初めにも題名にもなっています、コラクという演目のパートがありますので、楽しんでください。で、その後は夢の鼓動、ベニハチという形で、フィナーレまで続きますので、皆さん、手パチパチ、大きい声援、よろしくお願いいたします。じゃあ、楽しんでください。ありがとうございました。
らも梅雨入りしましたが、ジンベスメと暑い日が続きます。この筐体を見た感動のように、沖縄の夏の青空、青い海、青い空のように清々しく、それからまた日々活躍ください。今日の、舞台を盛り上げた15人の勇士紹介します。舞台中央、お舞台を追った知人賞柿浦寺戸町から来ました浦添知人賞柿浦リーダー岡間大さん、具志堅三兄弟の三男、高校2年生、具志堅拓人、はい、次男、はいはい、マンタじゃなくて、海斗、三男、優等生の優等、はい、続いて、明和大学4年、歴史は2年、岸本、若手のホープ3だった C だった、はい、終です。具志堅終、軍勢からバキバキの細マッチョ比嘉祐介、演舞回収2人同級生、カブトムシの話が面白かった照屋としと部屋着直しと、ボーカルで盛り上げたリードとタイガーチェット信者だよね、久保大吾、はい、50代まだバリバリで、団長から演舞監修から舞台監督、名前忘れました、昼だけの信者です、はい、まあもうすごい子供に人気があります。レキオスの歴史の天然玉里翔翔平です。握手を話せます。団長東翔也、舞台的に加えてます。実は彼来月6月4日からブラジルの方に再度出動に行きます。普段は派遣するときには若手の有望がこう言うんですけども、いや団長が行くことはダメっていうことを言ったら、どうしても行きたいと、じゃあ君団長をめでて行くかって言ったら、それでもやりたいっていう気持ちがあるっていうんで、やはりあの歴史の器で閉じ込みたくないんで、思いっきりさせたいと思います。世界で勉強してください。皆さんで拍手を挙げてください。最後になりましたが、私が初代団長のテリアと申します。はい、ニューヘイデービルボディービル、またですね、これから地域、こんな小さな名護市から海外、日本国内海外と活躍していくと思いますので、彼らのプロデュースするなんて噛みましたね、支えていきたいので、ぜひ皆さんも彼らの成長を見守って、また地域の芸能も、またここで芸能なさってる方もいらっしゃるので、大事にされて頑張ってください。本日の本当名残惜しいんですけども、ここも名護市なんで名残惜しいんですけども、皆さんも日々活躍して頑張っていってください。本日は本当にありがとう。